はい、ずきです。本日は2月23日に発売開始された NTT レズナントの GOO のスマホシリーズ SIM フリースマートフォン GOO08 をポチってみたいと思います。なんと現在キャンペーン期間中で端末代金が6800円になり、さらにもろもろ特典を考慮すると端末代金0円以上になる可能性もあるお得な SIM フリースマートフォンです。安物買いになってしまうのか、ノバライト2を超える高コスパモデルになるのか、今回はスペックチェックをしてみたいと思います。発売されたばかりの GOO08 はポータルサイト GOO を運営する NTT レゾナントの GOO のスマホシリーズです。都合11代目ということで、かなりブラッシュアップが進んでいるようですね。シリーズ最高クラスの反響があったという前作 GOO07 シリーズへの改善要望を盛り込み、 DSDS に対応しつつ SD スロットを別搭載した、つまり排他的仕様ではない真の DSDS スマホと銘打たれています。 5.7 インチ縦横比18対9の HD プラスディスプレイを搭載。この点はノバライト2の検証動画をご参考にしていただければと思いますが、実機が届きましたら2台の比較もしてみたいと思います。この18対9のディスプレイは一般的な縦横比16対9の画面比率に比べると 5.7 インチと大画面ながらスリムボディで持ちやすいサイズ感となっています。この縦長のディスプレイによりブラウジング、さらには Android 7.0 から利用可能となったマルチウィンドウ機能も使いやすくなっていると思います。面白いのがカメラで、超広角&高画質なセルフィーカメラを搭載していて、2000万画素プラス800万画素のデュアルレンズインカメラの他にセルフィーフラッシュを搭載し、自然で美しいセルフィーが可能とのことです。高画質に自動で調整できるオート HDR 機能により、常に美しい画質が大画面で再現できると。またオートグループセルフィー機能を搭載しており、120度の超広角セルフィーカメラでグループショットも背景と一緒に広々と撮影可能、大人数でのセルフィーでもしっかりと背景を入れて撮影ができるということです。アウトカメラについても、見たそのままのような鮮明な画像で記録することを目指し、1600万画素&ハイクオリティセンサー5層構造の F2.0 レンズを搭載しています。これにより暗い明暗差があるシーンでも細部まで鮮明な写真撮影が可能とのことです。カラーは4色展開、ブラック、チェリーレッド、ゴールド、ディープブリーン。ブリーンというのはウィコーのスマホトミーに触れた時に初めて知った言葉ですが、ブルーとグリーンの中間の色という意味で、ディープなのでさらに濃い色となっています。もう青じゃねえかという気もしますけどね。スペックの詳細を見ていきましょう。 OS は Android 7.1 Nougat、 CPU は MSM8937、Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core 1.4GHz×4、 1.1GHz×4 となっています。 RAM は 4GB、 ROM は 64GB、 外部メモリーとして MicroSD カード最大 128GB、 サイズは 152.3×72.8、 厚さ 8.3mm、 重量は 162g。 このクラスのスマートフォンとしては少し重いかもしれないですね。ディスプレイは 5.7 インチ 1440×720ピクセル、 282ppi IPS 液晶フルビジョン。カメラはアウトカメラ1600万画素、インカメラ2000万プラス800万画素。バッテリー容量は 3000mAh と、サンキャリアのボルテにも対応しているということです。公式ホームページで iPhone 8との比較をしていましたので見てみるとこんな感じです。そして販売方法ですが、グーシメラーで購入可能です。2種類のセット販売となっており、ラクラクセットと通常セットがあって、どちらも OCN モバイル1との SIM セットとなりますが、ラクラクセットが音声対応 SIM とのセットとなり、 SIM 手数料3000円プラス税が別途発生します。通常セットの場合だとデータ SIM、音声 SIM どちらか選択可能で、SIM カード初期費用3000円は端末代金に含まれているそうです。そして通常セットの場合、この SIM 開通はいつでもいいということなので、これは憶測ですが、ノバライト2の時にご紹介した Amazon の販売方式と同じで、実質的に SIM 契約が不要で、
本体代金が 25,800円という意味合いになるのだと思います。なので SIM をすでに持っている方や他の MVNO SIM を使い方でこの端末を利用したい場合は通常セットの購入の方がよろしいかと思います。私は今回楽々セットで購入したいと思います。果たしてこのスペックのスマートフォンがどれくらい安く購入できるのか、そして届いたらノバライド2と比較をしてみたいと思います。次回実際にポチってみたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の上ご視聴ください。本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。